までトップ4は500もう予選の順位のままですね。そうですね、坪井って去年、はい、最後の2連戦2勝してますよね。だから年をまたいでこれ坪井3連勝に向かってのあと2勝ですね。なるほど、はい。まだ続いているこの2勝負、いや多分ねスタンレー山本選手もねこれ前出たらいいペースで走るんでしょうけど ね、はい、さあ英雄が映ってまいりました。英雄スープラ昨シーズンのチャンピオン、さあこれで英雄トムスはなんとシーズンまたいでチェッカーを受ければ3連勝ということになります。いや強いな、ノーウェイとも2連勝ということになりますよね昨シーズンのラストから考えれば、はい、さあこれコーナー立ち上がってあと2つ山下健太しっかりともらったマージンをキープそして広げながら走ってまいりました。2024スーパー GT 開幕戦 GT500 優勝は昨シーズンから続いての3連勝英雄トムススープラ。いや強い。そして2位守り切った中山雄一デンソー、3位はシビックデビュースタンレーシビックタイプ R。 頂戴をお連れしますので一緒に